駅はそれほど立派な駅というわけではありません。島式のホームが一つ、そこに列車がたまにやってきますが、しかしそれも快速列車などが通過してしまいます。上野から一つお隣なのに、そんなに立派な駅ではないという感じですが、しかし奥駅には別の目的もあります。こちら側にずらっと並んでおります電車の線路、奥にそびえる東京スカイツリー、大変立派な光景です。こちら横に備えておりますのが旧奥客車区、現在は奥車両センターと呼ばれる車両基地です。島式ホームが一つだけ、それほど立派な駅というわけではありません。快速列車ラビットなども通過してしまいます。通勤快速は止まるらしいんですけどね。そのようなところですが、奥の駅自体はそれほど大したことはないかもしれないけれど、しかしご覧ください、この広大な敷地、かつて国鉄北東京北鉄道管理局が使っておりました奥客車区、大変有名な東の東京を代表するような、そんな立派な車庫、現在でも使われ続けております奥車両センターです。向こうへ止まっております電車の一群、あれは別に奥をねぐらとしているわけではなくて、まあ、単にここで仮眠を取っている、いわばホテルとしてこの奥車両センターを使っているという車両で、もともとこの奥に住んでいる車両、奥をお家住所としているような列車は、あのような電車ではなく客車列車が基本になっております。客車とは機関車に引っ張ってもらう寝台特急、ブルートレイン、カシオペア号のようなものです。さっき上野駅でもそうだったんですが、全く予期していないところで面白い列車が現れました。中央本線で使っておりました特急列車、厚さ号海事号用の257系です。いや、まさかこの列車が奥駅を通過する光景を生で見るとは思いませんでした。かなり正直驚きの光景なんですが、全く意識もしないでこんな列車が普通に通過しているっていうのがね、今日さっき E6 号5系もあの上野駅で偶然見ましたんで、なんと素晴らしい偶然かという感じなんですけれど、これにもまたこの奥車両センターと深く関係があるような光景です。もともとね、中央線の特急列車として走っている列車なのに、それが東北線のこの奥駅を通過しているというのはおかしい以外の何者の光景でもないのですが、さっき奥駅到着の前にも少し見られた光景かと思います。現在では寝台特急ブルートレインというのはもうどんどんと数を減らしておりまして、この奥客車区、奥車両センターもちょっとその設備を余らせ気味です。ですからその余ったところに使わなくなった電車をとりあえず置いておこう、疎開させようというわけでして、先日新しく E353 系に置き換えられた、そして余っている状態の E257 系をとりあえずこの奥車両センターの空き地に置いておきましょう、そういう計画であの列車が運行されているわけです。これから上野駅で折り返し、その後この奥車両センターに入ってくるものと思われます。すでに入ってきた列車があそこに止まっております。あれはさっきのものとは異なりますので、まあ、ライトが消えているからね、見ていただければわかりますが、もう早くも奥に引っ越しをしてきた、そのような車両です。では本来の奥に詰まっている車両とはどんなものなのか、まず簡単に一つ、これですね、これは間違いない、トランスイート敷島号です。 E001 系というのはよくわからない車両形式ですけれども、 JR 東日本の看板列車であることは間違いありません。大変有名な車両で、この奥車両センターに所属、ここに住んでいる車両です。ちょうどただいま清掃中、お掃除の途中ということで、ランプを灯して、どっかドアが開いてますよね、車内にお客さんが出入りができるような状態、まあ、お客さんは乗りませんが、清掃員さんたちがおそらくこの車両の今、整備をしているところなんだと思われます。ドア開いてないけどね、閉まってますけどね。さらに奥といえば、伝統の寝台客車、奥に止まっておりますのは、本日は運転の日ではありませんけれども、寝台特急カシオペア号用の車両です。12両編成の車両。長いその姿をここへ留めております。あちらのカシオペア号は2016年3月のダイヤ改正で引退、その後は不定期に運行されるような列車となりました。それまで2015年までは寝台特急北斗星というのも走っておりましたが、こちらは2015年8月のダイヤ改正ではないんですが、8月の22日をもちまして完全に運転終了ということになりまして、現在 JR にブルートレインというものは存在しておりません。走ってはいないんですが、しかし車両は実はまだ少しだけ残っております。もうブルートレインとして列車を一つ運行するのに最低限必要なそんな量も残ってはいないのですが、実は見てみますと車両だけは残っている。奥車両センターね、もうこのように屋根もサビサビになってはおりますが、ここに2両止まっておりますのもその残りの車両のうちの2つです。ここに止まっております2両の車両はもう全く使われておりません。2006年を最後に運用を撤退しまして、それから本当に1回たりとも使われていない車両ですが、なぜか残されております。なぜ残っているのかはよく分かっておりません。右側のこの銀色の帯をまとっている車両見てみますと、車内がなんだかこう扉がたくさん取り付けられていて、
え、どうも個室寝台のようです。左の方を見ていきますと、ちゃんと答えが書いてあります。シングルデラックス A 寝台とあります。で、この右側に停まっておりますこの車両は、オロネ25の7号車、銀色の帯をまとっているリニューアルをされた、西の方へ向かっていた東京発のブルートレインで装備をされていた車両ですけれども、これはかつて特急寝台出雲号、東京発鳥取周りの出雲市行き、そういう列車として使われていた車両です。左側にもまたこのように残っております、この金色の帯をまとった車両、こちらは食堂車です。オッシ24701と書かれております。この C というのは食堂車という意味です。もともとこちらも寝台特急朝風号用のリニューアル食堂車として、国鉄時代の終わりに星空の天井などいろいろと面白い機構を施しまして、リニューアルの食堂車としてバッとデビューをしたような車両、しかしそれも国鉄その分割民営化で早くもブルートレインの食堂車営業終了などいろいろあり、朝風号からも撤退して、その後出雲号用のフリースペースとして使われ続けていた車両です。2006年の引退の時まで、このオシ24701号車、702号車など食堂車は連結をされておりましたが、しかし最後のあたりにはもう食堂車としての営業は全くなされておりませんでした。あの食堂車はかなり貴重なものでして、2015年まで走っていた特急北斗星にも食堂車が連結をされていましたから、ブルートレインの食堂車というものは2015年まであったことにはなるのですが、でもその北斗星号の食堂車はね、あのブルートレインじゃない別の車両から普通の昼間の特急電車のやつを無理やり青く塗り替えたりとか、さまざまなあの改造を施しまして、ブルートレインに混ぜて使っていたもの、つまりあのあり合わせで作った食堂車ということです。当時食堂車が足りなかったんですね。でもこちらの食堂車はそうじゃなくて、本当に食堂車として生まれるべく作られた、そういう車両です。現在は全く使われていないわけですが、なぜか保存をされておりまして、鉄道博物館などに保存をされる候補車両なのではないかと、もっぱらの噂です。本当に何のためにあるのかは分かっておりません。本当に誰も分かんないんですよ。JR の人は知ってるんでしょうけれど、かなり貴重な車両でありますので、今後とも多くの名物としてここで見るだけでもありがたいものだし、できたらば叱るべきところで保存されていてほしいなと思うものでもあります。こういう街の地図はどうしてこんなにも正確なんだと毎度毎度本当に感銘を受けたくなりますけれど、奥の駅のプラットフォームがこんな感じです。そして上下の列車が通っている線路がこちらです。でその他こちらにこのようにですね、こうわしゃーっとこう雲の巣のようにものすごく広がっているのが、これが奥車両センターです。実はこの後の動画にもなるんですけれども、こっちまでの方面とね、実はこっちの田端操車場の方とつながってたりもするんですが、それはまた次回のお楽しみということです。だから見ていただくと分かりますが、表記が JR 田端奥操車場となっておりまして、なんだかよく分かりません。何があった時はここに避難してくださいねと、避難所にまでなっております。広大な土地で周りから何か倒れてくる心配もありませんから、確かにこれはいい考えのようにも思われます。この辺りを見てみますと、もう鉄道の用地があまりにも広大すぎますので、普通に渡るのは不可能です。だからこのように奥駅の下をくぐる地下道が作られております。ここは JR の敷地です。もともとは国鉄の敷地だったわけですが、このように多分その頃からのもうずっとこういう表記が残ってるんだろうなと、そんな雰囲気があります。オートバイ乗り入れ禁止と書いてあります。その名義も奥駅長、また奥土木東京か東京土木技術センター所長、 JR の関係の方たちの名前になっております。またこちらやっぱり見応えがあるのはこれかなと思います。奥駅周辺案内図、田端駅方面、奥駅からこっちが上中里方面、田端駅方面ですよと書いてありますが、左下には EF パイチ、これは95号機レインボーカラーの車両です。地下道を通って線路の反対側まで出てきました。向こうが奥駅です。こうやって見るとね、すぐそこのところに寝台特急カシオペアの車両が見えます。ちょっとね、こう金網越しですから難しいんですけれども、こんな感じ。本日はお休みですからね、電源もすべて落ちております。また奥のあたりを見てみると、ちょっとだけですけどね、これちょっとだけど一応敷島号がランプをつけてるのも確認できなくはない、そんな感じでしょうか。でね、思ったよりも私が想像していたよりも、ここから外から見られる車両が今日は少なかったなという感じです。日を改めた方がもしかしたら良かったかもしれません。本当はね、寝台特急の北斗星に使っていた客車もまだ3両ぐらい残っているし、あとはこれはいつもは見られないんですけど、さっき上野駅にやってきたの E655系なごみ号ってこの奥に住んでる、そういう車両になるんですけど、その奥にさっきちょうど帰っていったところだったから、まだ外のどっか見えるところに置いたんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと探してるんですが見当たらないんですよね。
やっぱりもうすでに奥の方へ引っ込んでしまったなということなんでしょうか。ちょっと外のあたりをうろうろしては見ておりますけれども、このように高い壁ですから、まあ、そう簡単に、ね、中が見られるようになっているところはありません。まあそれはね、何でもかんでも開けっぴろげっていうのも良くないでしょうから。ちなみに奥車両センターの事務所建屋はこちらです。ようこそ奥車両センターへなんて書いてあるんですけど、まあ、これ私は全然部外者全く用はありませんので、立ち入り禁止と、まあ、そっちの方なんですね。歓迎をされるような側ではありません。よく見ていただくと分かりますが、この奥車両センターという門のところですね、立ち入り禁止になってます。今はたまたまっていうか、まあ、この方の門いつも開いてるんですけどね、いつも、開いてるとか、まあ、それはどうでもいいな、見ていただくと分かりますが、5本の帯がかかっております。これ寝台特急カシオペア号の塗装です。昔カシオペアが99年からデビューした時に東日本の看板列車ということになりましたので、その時に、ね、これをきっと塗り替えたんでしょう。カシオペアのお家ですから。ちなみに猫がいるんですね。これは奥車両センターの人が餌をやってるのかな。向こうからこちらを伺っているようです。ここからでしたらね、隙間越しに向こうに四季島号の姿も見えます。中までは一応ズームアップすれば伺うことには伺えますが、今も電気がついているようです。裏側でも何か車両が移動しているようだけれど、何の車両が移動しているのか、ちょっとあれはE25 なのか、さっきのやつが帰ってきて、それであれですね、上野駅の方面まで行ったのを折り返して今ちょうど閉まっている作業中ということでしょう。なんだ、それだったら向こうの方行っとけば E257 とそれから四季島の並びが映せたような気がするな。惜しいことしましたね。さてこの奥駅ですが、ただいまの時間はそうでもないんですが、時間帯によっては特に朝の時間帯ですよね、列車の運行の本数が極端に多くなりまして、ちょうどこの踏切が開かずの踏切ということがあります。そういう時のためにちゃんと対策も用意されておりまして、こちらエレベーターですが、このエレベーターを使って上まで行って跨線橋でもって渡ってくださいね。そういうことも用意されているわけです。でこのエレベーターはね、鉄道マニアにはなかなかおすすめできるいいエレベーターだと思います。いやエレベーター自体は別によくわかんないんですけど、この跨線橋がいいものだということです。まあ、大体わかると思うんですが、僕車両センターを一望することができるんですね。ちょっと時間がかかりますけど、そろそろ2階に着くはず。2階でございますって言いますからね、ちょっと待ってくださいね。せっかくですから聞いてもらいましょう。2階でございます。いったいった、これですね。まあどうだっていいことですけど。到着しました。これが奥車両センターの前景です。線路がこのようにたくさん分かれております。まあ、明らかに普通の旅客列車が通る用の高速で抜けるための、そういう整備と、それからまあこっちの回送列車をこうガタガタ入れ替えに使うぐらいのそういう線路と、全然違いますよね。まあ、こっちはそんなすごい整備なんかしなくてもいいというわけで、まあ、割と適当な感じです。別にそれで問題ないんですけどね。奥の方へ見えております、あちらがさっきご紹介しました、ちょっとこうですね、特急カシオペア号12両編成です。一つ脇のところを見てみるとカシオペアっぽい車両があります。あれはカヤ27と言いまして、もともとカシオペア号はこちらのこの一番先頭のラウンジカーを電源の車両、車内の電気を賄う発電車両としても使っているのですが、もしその発電の車両が1両壊れてしまいますと電気が作れませんので、カシオペア号の運行ができないということになってしまいます。それでは困る、万が一のためにということで備えて作られておりますのがこちらカヤ27型です。万が一このラウンジ車両が壊れてしまった時は、こちらの車両を急遽取り付けることによって、カシオペア号の電源を相変わらず供給し、とりあえず運行できるようにするという、そのような役割が求められているのです。現在のような運行の回数が極端に減った場合には、もうあまりそういうことはないと思うんですけれども、もしもそのラウンジカーが故障してしまうということになっても運行自体はできますが、しかしカシオペア号のグレードとしては大幅に下がる、もうラウンジがありませんからね、それは仕方のないことかもしれません。ところで奥から何かやってくるのが見えます。あれは常磐線の特急列車 E657系 日立号として使われている車両でしょうか。でこの奥車両センターにまた一旦の休泊所として戻ってきたところです。ちょうど今四季島号の整備が終わったのかな。 JR の係員の皆様が何かちょうど集まっていらっしゃいます。終わったわけでもないのかな。本当はね、寝台車の清掃っていうのはバイトみたいな方がやるんですけど、四季島に関してはそうじゃないということなんでしょうか。まあ、何をやっていたのか私もよく分かりませんけれど、さて向こうにちょうど今 E531系がやってきたところですが、こちらにもねまた面白い建物があります。奥車両センターの中の敷地ですが、ずいぶんなんかこれは一段と古いぞと、木造ですよね。これバラックとは言わないけど、バラックではないですけどね、でも
なんかそんなにものすごい作りのようには思えない。あんまり中をこうジロジロと映すのもあるかと思いますが、特に使っているような建物には少なくともこの建物は見えませんが、これ一体何なのかと。これはね、確か全部同じだったと思うんですけど違うから、これね、これなんですよね。国老上野支部通用門って書いてありましてね、この字体ですよ。私の生まれる前ですけど、国鉄労働組合の、そのまあこの奥に建物があるはずです。これは確かね、ここの、この建物は違うんですけど、この奥の方にあるんですよね。国鉄労働組合というのは、これ今でもね、ここにこういう風に書いてありますけれど、これね。国鉄時代の終わりぐらいに分割民営化に反対ということで、いろいろ活動したそんな労働組合、あんまりですね、名前はそんなに名声という感じではないんですが、どちらかというと、その当時は悪名高いみたいな労働組合でもありまして、ストケンストとかそういうのをやったところですね。確か順法闘争をやったのは国労ではなくて道労だったと思うんですけど、ともかくその国鉄時代の終わりぐらいに特にいろいろ活動していた労働組合です。で、その名前が分割民営化されても変わっておりませんので、国鉄労働組合というのが今でも残っております。でね、久留里線で国鉄、あれは道路で、いや国労だったと思いますよ。国労のね、ストライキやってますなんていう時に、昔面白いことがあったんですよね。列車のですね、電光掲示板のところに、久留里線は国鉄労働組合のストライキの影響で、列車に遅れと運休が出ていますって書いてあったんですよね。JR の E231 系ですよ。 E231 系の電光掲示板のところに国鉄労働組合っていうのはね、表示されてるなんて面白い光景を私も見たもんで、いやあれはすごいなと思いました。その国労の上野支部通用門と、ここにね、まだ国労の建物が残っているのが奥車両センターの敷地、ここから伺うことができます。